久保さん、久保さん、寒いですね。寒い、外、外寒い。まあ老後ですか。まあ来年からというか今年、今日からなんかやるらしいじゃないですか。まあでも久保さんのそのなんだペルソナ、久保さん共感得られますからね。まあ僕は相変わらずただやるだけなんですけどね。どこにいても。どこにいても基本やりますけど。そう。で、まあ何にしようかな。そう。あ、そうそう。ちょっとね、移動しながらコンサルしてたんですけど、その毎日、なんかステージですよね。なんか結局そのやっぱみんなできない人が多いんですよ。なんかネットで稼ぎたいと言いながら、ネットビジネスで稼ぎたいと言いながら、ネットに出社しないんですよね。別に YouTube じゃなくてもいいんですよ。Facebook だったりとか、インスタとか、まあいろんな Twitter とかいっぱいありますから、だからネットで稼ぎたいんだったら、ネットに出社しろと。ネットに出社しろで言わないですか。まあ僕とか久保さんはまあ YouTube 主体にやってるんで YouTube に出社してますけど、なんかその給料もらいたいのに会社来ないっていう。久保さん、給料もらいたい、給料欲しいんですけど、月収100万でも会社に行かないです。そんな従業員にね給料は払えないですよ。だからなんかリアルで当たり前のことなんだけど、ネットになるとなんか当たり前じゃなくなるんですよね。だから本当に僕が15年やってきて思うことが、ネットで稼ぎたいっていうことは、ネット上に何かしら自分のコンテンツ、もしくは自分のコンテンツじゃなくてもいいですけども、外注化してね、外注化して外注にやらせてメディアを運営している運営者であるってことですね。だこれが自分でコンテンツ作って自分が運営者になるのか、それとも他人にやらせてで収益は自分に入ってくるようにするのか。結局さ、ネット上に何かしらコンテンツがない限り収益にならないんですよ。広告収入にしても集客にしても。でこれがもうネットで稼ぐ本質の本質ですね。だからテーマとしては、ネットで稼ぐための本質の本質、ネットで稼ぎたいんだったらネットに出社する、ネットにコンテンツを、公開する、これ以外ないです。これがなく、これがない、どうやって稼ぐんですかって話で、で自分でできないんだったら人にやらせる、で人にやらせる金がないんだったら自分でやる、これしかないです。本当にネットで稼ぎたいんだったらね。で自分でやる場合はお金0円でできますから、あとは自分が、まあ、稼ぐ気があるかどうかですね。なんか会社に出社したからっつって、最初からその会社のこと全部分かってね、なんだ、会社で10年20年勤めてる人より会社のことの裏事情も全部分かっていて、会社の右、会社の隅から隅まで分かるっていう人絶対いてないじゃないですか。ある程度会社に出社して会社の内部情報が分かってきて、それで仕事を覚えていくっていうプロセスがあるわけじゃないですか。ネットもそうで、ネットにコンテンツをこう日々出社してアップロードしていく、アップしていくっていうことのフィードバック、あこれはアクセスが来たなとか、これはアクセス来なかったかなっていう、そのフィードバックですよね。会社に出社すれば、なんだ、上司がいるなり同僚がいるなり、なんか会社で何かしらのコミュニケーションあると思うんですけど、だネットというリアルは変わんないですからね、大した。で変わんないんだったらネットに力入れた方がいいんじゃないかなっていう。なぜならば、ネットとリアルの大きな違いっていうのはやっぱりそのレバレッジが効くとこですよね。だから距離と時間が関係ないと。だから久保さんの昔の動画も、昔動画撮ったやつも見られるし、僕もそうですし、あと距離も関係ない。速稼塾世界にいますけど、僕もお客さん世界にいてますよ。でこの動画何分だ今、4分でしょ。別に移動中ね、4分ぐらい撮れるでしょ、撮ろうと思えば。まあちょっと寒いですけどね、外はめちゃくちゃめちゃ寒いですけど、まあそんな感じで、とりあえずネットで稼ぐ本質の本質ということで、何かしらコンテンツを
インターネット上に公開しなければ集客が始まらない、アクセスが集まることも始まらない、つまり収益は絶対的ゼロです。で、あとはそれをどれだけ続けるかですよね。はい、久保さん寒いっすね。終わります。